まあでも僕が思うのは DJ ってすごい際どい立ち位置なんですよ。自分で楽器を使って奏でるじゃないですか、うん、人様の曲をかけるじゃないですか、うん、っていうのと、あとはでもそうやって実際にやるときにそういう人たちがやらないその技術を駆使してやっていくっていうこともするすごい際どい位置になるんですよ、ね、それが僕結構好きで、ここのレコードとこのレコードを組み合わせたらこんな感じになるっていうのが無限にあるってことあるんですよ。だけどそのほらやる前はいじったことないときは難しさもわからないし、何をやってるのかもわからないし、 DJ イエーイほうレコード回す人は無害な感じしか思ってなかったのが、いやすごいことなんだろうと、うん、まあそのこう、ね、ミックスしていって、うん、そのまあ、また一つの違う形になっちゃうんですけど、適当にチュチュってやってるだけじゃないんだもんね。ちゃんとその曲を把握してもちろんですその部分で入れてるっていう、めちゃくちゃ聴いてるんですよ。だから、はあ、もうディティールまで聴いてないとそれってできないじゃないですか。この音ちょっと前に出てた方がいいなとか、はあ、抜き差しがでね、全く違うのをそうやって組み合わせでこんな風になっちゃう、違う人がやったらまた違う風になるんですね。面白い、面白いですね。さんだったら三味線弾いたりとかで、バチをこうポンってこうね一回叩くだけで音出せるじゃないですか、うん、でも DJ ってそれはないじゃないですか。自分で音を生むとかっていう作業じゃないっていう、そこがねなんとなくずっとレッテルの方で、自分の中にですね。あでそれで、うん、なんかまあ状況もあったんですけど、なんか DJ じゃなくてちょっと楽器やってみたいなって なっていくんですよ。なんかへ、それで僕インド行ってタブラっていうね、うん、買って、うんうんうん、ああやっぱ楽器やると面白いなみたいになだんだんなっていったんですけど、そうそう、自分で音を生み出せないっていうことになんかずっとレッテルを感じるっていうか、人様の曲を利用することはできるけど自分でそれを作り出すことはできてないみたいな。そうそう、でもあの一体感ってなんかすごいなと思った。そのこうキュッキュやってる人と、うん、この目の前でこう揺れてる人たちとっていう、うんうんうん、その空間が、はい、いや面白いなと思って、でそこに三味線呼ばれて行ったのね、はい、絶対椅子なんだろう、もう指名書か気分っていうか大丈夫なのかなと思ってやったら、みんな揺れるの、この曲弾いたら揺れるのかなとかなと想像したけど、誰も揺れずに見ててくれてっていう、でもちゃんとギューっていうのを入れてくれるっていう、見ちゃったんでしょ、なんて優しい結構、うん、なんでああいうところに、まあね、いろんなその悪いこともあるんですけど、うん、でもああいうところに本当に音楽を楽しみに来てる人たち の心持ちというか、うん、気持ちっていうのはもうね、もう基本的に受容して聞きに行ってるんですよ、うん、そうなんで盛り上がるとか盛り上がらないとか、もうそれ以前のところからも受容してるっていうか、とっくにもうそこはもう分かってるよみたいな、楽しいと思いますよ、うん、すごい楽しい。あそうですか、初めてだったし初めて見たしね、で普通に弾いてもつまんない、もちろんね普通のジョン・カラブシーをただやるとかだとちょっと違うんだろうなとか、なんか自分でもこういろいろ考える時間にもなったし、うん、違うものと触れるってすごい刺激ですよね、うん、やっぱり7時から始まりますって、はい、言って誰もお客さん来てないっていうとこから始まって、あれ誰もお客さんいないけどみたいな、クラブってでもそんな感じのイメージですよ。そうなんですね、とりあえず何時からとか言ってね、そうなんですね、うん、知らないから誰もお客さんゼロですか、会場してるのにゼロなんですけど、うん、始めるのかなえポツポツって入ってきたけど、スタッフさん、お客さん、どっちみたいな、そうそう、みんなゆるい感じが、
またいいんだろうなっていうちょっとアピールの、ああいう何にも束縛しない感じだから、うん、なんかああいう一体感もやっぱり生まれて、うん、いや逆に全く一体感が生まれない日っていうのもあるんですよ。逆に、だからどこで一体になるのかがすごくずっと見ていたかったけど、こうやってドア開けて見なきゃいけないから、怪しい人になっちゃうから、もう途中途中だけだったけどさ、そのいつからこうみんな揺れ始めるのかなとか、すごく興味津々。なんかその決められたそのなんていうかこうものがもう例えば全然ない状態で、あの。いやこのイベントやりますよ来てくださいねって来た人たちっていうのはもう全員が違う価値観を持ってそこの同じ場にいるじゃないですか。そうだからあの別に音楽に興味ないのに来てる人もいれば、ね、ただ酒飲みたくて来てる人もいるし、そうでもその人たちがじゃあなんでなんとなく一体感が生まれる瞬間があるのかとかってもうその時に起きてみないとわからないことじゃないですか。こっちが狙ってもできないしそれは全部はね。なんできっと多分ですけどたまたまその時にパッてこうみんながなんかこう合わさっちゃう時ってあるんでしょうね、きっとその流できていく流れの中で、そこをなるべくこうなんていうんですかね、あの自分の意図できるように努力していくのが DJ の役割っていう。次は何々の曲イエーイ、みんな知ってるんだみたいな。あ、それもありますよね。あこれ かけると絶対こっちみたいな。あそうそう、不思議だ、面白かった。全然こうカラーが違いますもんね、三味線とか民謡の舞台、うん、あの幕が張ってね、うん、こういうのと俺はね、それはね、あのもちろん違うんだけど、でもね、違わないからね。結局なんだろう同じなんですよね、音楽で一体感、うん、そうなんかテーマがアジアだったらしくて、はあ、うん、あそれで買おうみたいなそれで買おうみたいないや、いいの、私いいのかなと思って。全然いいでしょう。ただ僕思うのは和楽器をああいうこうクラブだったりとかああいう箱で音楽聴いてる中でその本当に溶け込ます形でそのなんていうかこうリンクしていくのって結構難易度高いと思うので、うん、ちょっとねあのなんていうかこう結構完成された何かこう入り込みづらいあの音の感じってあって、うん、そこに混ぜていくとかえってすげえ安っぽくなってっちゃう、はい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 、分かるよね。分かります。そこが難しさだなっていうのはそのなんか尺八とか三味線とかなんか日本の楽器を聴いてて、うん、すげえ思うなっていうのはいつもありますよね。すげえ魅力あるんですけど、じゃあいざ一緒に合わせてやっていこうってなると結構むずいなこれみたいな、うん、それいつも感じますよ、ね、どうするとこれかっこよくなるかなみたいな、うん、ずっと悩んでた。あ、違うことでね違うことでね、ずっとね、どうやったら合う感じなのかなとか。そう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 、うん、やっぱりまるっきり違うライブとかを見て、あこの感じか、そうかってこうなんかヒントもらってたりとか、はいはいはい、行くべきだなとか、うん、行った方がいいと思いますね、うん。一音がもう完璧っていう言葉じゃないんだろうけど、なんつうんだろう、なんかもうなんでこういう音になるの、その猫の毛こう嗅ぎ分けてこうトンカチ探して叩くっていう、なんすかそれ楽器とか音楽がもう生き死にまで浸透していってる姿だよね。うん、うん。